いいとこ呼んでるわね。これなら見ても面白いかも。なんだよ、現金だな。あ、この試合特に面白かったんだぜ。実はフットボール割と好き？ええ、割と。そういちはどちらのファン？レッド？グリーン？グリーンのナイツでしょうね。どうして？プレーがナスティだもの。ほら、9点リードでフォースダウンギャンブル。フィールドゴールで十分なのに。バカ言え、残りたったの20ヤードだ。自陣5ヤードからでも狙うはオンリータッチダウン。これがナイツ魂だよじゃあ私は赤のビースツを応援。よかろう。ナイツのクォーターバックと80番ワイドレシーバーを要チェック。了解。クォーターバックだろ。日本の誇る天才クォーターバック。あれで若干2回生。パスだけなら NFL レベルとさえ言われてる。まあパスだけなら。レシーバーとライン面はドラフト1巡目級のオールスターチームよ。彼の力はわからないわ。何言ってんだよ、チームの司令塔はクォーターバックじゃないか。どんなにいいメンツ揃ってたってクォーターバックがヘボけりゃ何もできない。いいランナーがいて、いいレシーバーがいて、いいラインが揃ってる。こんなチームなら私だって5000ヤード取れるわ。何ムキになってんだよ。軍の遊びの時間、レシーバーばっかりやらされてたな。ええ、まあ60分走りっぱなし。ええ、まあ一本もパスが来なくても。ええ、まあリサ、クォーターバックに恵まれてないな。俺がクォーターバックなら間違いなくナンバーワンターゲットだぜサンクス。プレーするチャンスがあったらよろしくね。任せとけって。お、これもすごいぜ、レシーバーのビッグプレのロングパスをピンポイントコントロール。まさしく天才クォーターバックね。レシーバーもやっぱ最高だ。トップスピードノールックであのプレー、そんじょそこらのやつにはできないぜ。ああいうプレーがしたいものね。よ、どうだい、素敵な子猫ちゃんとの熱いデートの顛末は。楽しかったよ。なんだいそりゃ、そんなことは聞いてねえよ。なんか役に立つ情報を手に入れたかって聞いてんだよ。エディは？
お休みの熱い吐息、早く聞かせてくれよ。すまね、まだまだだ。さすが ID13、 勝てったりあれしない。基本的なデータや公式記録は出てくんだけど、それ以上ってことになるとな。いざとなったらミスターを経由しよう。俺に一本電話入れてくれ。分かったよ。手を煩わせなくて済むように頑張る。ああ、リサは今回のミッションの小さな鍵だけど、とても大切な鍵に思える。いろんな扉を開くかもしれない。できるだけ早く、できるだけたくさんのことが知りたい。それは得意のヘリクツかい？それとも得意の山勘かい？空気。なんだいそりゃ。またわけのわからんものを。なんだっていいだろう。とにかく俺はそうだと思うの。あったあった、ちゃんとやるよ。きついんだよ。なんたってアメリカ軍は世界一厳しいんだから。熱い吐息ならおめえの方が先に聞いたりして。そりゃ嬉しいけど、んなことあるはずないだろう。彼女の頭の中はミッションでいっぱいだよ。ちげえね、もったいねえな、あのセクシーバディをよ。あたら泥臭い戦場でしか見れねえなんてよ。今見てるじゃないか。見てるのはおめえだけだろ。また時期が来ればちゃんと紹介するよ。なんだよそれ、まるでダチに彼女紹介するみたいな言い方しやがって。似たようなもんだろ。なにとりあえず頼んだぜ。オーケーオーケー、しっかり頑張ります。おめえはメギツネの夢でも見てうなされてな。一緒にジュース飲んでる夢でも見るよ。一本のストローでね。なんてくだらね。一見くだらない理由で動くからこそ相手の判断が狂うんだ。だからこそのナスティーボーイ。はいはい、聞き飽きてるよ。たく、しょうがないやつだぜおめえはよ。うんない、おやすみ。さっきの総一くん面白かったよ。ダメだよゆかり、甘やかしちゃ。エセ関西弁なんて本場じゃ通用しないんだから。ギャグはネタに逃げずに直球、これだね。お前にだけは言われたくないよ。そう？ですやん、そんなん。でも光源氏も言えば京都の人だから、さっきの総一くんみたいに喋ってたのかもね。光源氏はやっぱり女子は若い方がよろしやすな。なんていい子ないよ。内容はともかく言葉はそうだったかもしれないぜ。例えば、あーどないしょ、わしあの子めっちゃ好みや、いてこましたろかわれ。やめてもう関西弁でもなんでもないよ。そうかな、何弁でもいいけど光源氏のイメージが崩れるじゃん。なんだサツキ、
お前ああいうなよなよしたロリコン朝男が好みか。全然、私があんなタイプダメなのあんたよく知ってるでしょ。怒らんでもいいだろう。お前も相変わらずむちゃくちゃだな。ああいう人ってどっちかというとゆかりゾーンだよね。そうかな。ゆかり王子様好きじゃん。へえ、そうなんだ。王子様っていうのは例えで、王子様みたいにこう颯爽と現れてくれる素敵な人とか。王子様にもいろいろいるぜ。白雪姫に出てきた寝てる娘にいきなりチューするキスマとか、かぐや姫に出てきた振られまくる5人の貴族とか、まああと定番は身分を隠し温かい母国を出て一人荒野で武者修行を続ける剣士様。あ、それいいね。普段はすっごく優しいの。でもいざってなると我が身顧みず私を助けに来てくれるんだよね。お前なんか助けん、ゆかりを助けに行くんだ。あんた王子じゃないじゃん。チッ、些細なことを問題にするやつだ。え、ゆかりはどんなのがいいの。やっぱり白と赤の提灯ブルマみたいなの履いてる人。頭には金の王冠、白馬に乗って赤いマントを翻し、ジーヤがついてるんだよね。おう、殿下、殿下、無茶はおやめくだされ。止めるな、ジー。私はゆかり姫を助けに行くのだ。いい感じじゃん。総一、履けるよ、紅白提灯ブルマ。履きたかないよ。私は普通の王子様でいいよ。なんだかそれも矛盾した日本語だな。普通の王子様ってどんなのだよ。そうそう、例えばそうだね、シンデレラの王子様とか。普通だな。普通だね。うん、普通。ま、大丈夫さ、ゆかりならきっと普通の王子様が迎えに来てくれるよ。そうね、間違いないと思うよ。そうかな。ああ、うん、うん、ありがとう。頑張るよ。春だな。春だね。春ですよ。はい。お先に。何飲んでるの。当ててみる。またホットミルク。
じゃないな。それはコールド用のカップだから。わかった。100% グレープジュースだ。どうしていきなりグレープ？ That's just sour grapes だろ。隣、いい？対面が空いてるわよ。まだそれほど親しくないか。釣れないな。本当に親しい二人は対面で座るものよ。ほら、あそこのご夫婦。当たってた？外れ。100% ジュースに L サイズはないわよ。しまった、大前提を見失ってた。じゃあコーラで決まりだ。その濃い色なら。アイスコーヒーの可能性は？アメリカ人がアイスコーヒーなんて日本文化を飲むはずないだろ。当たり。はい、商品。サンキュー。アイスコーヒー。アイスコーヒーは大好き。一番好きな寿司ネタは？小肌。参りました。ポテトもご一緒にいかが？君のスマイルをくれ。私のスマイルは高いわよ。あちらのご夫婦、いい光景だね。ああいうの見るとホッとするよ。羨ましいな。あなたには無理ね。きついな。俺は引退まで生き延びるぜ。違う違う。あの年であなたが引退してるはずがない。そっちか。じゃ、あの年でもバーガークイーンは作戦会議の場だ。あのご婦人は、さしずめ君かな。私も。あのご夫婦もタンカーについて語り合ってたりしてね。やっべ、商売敵かよ。タンカーなんか沈めて楽しいのかな。楽しくなくてもやらなければならないことはある。まあね。ドキ。ああ、石油絡みとはどうしても思えないんだ。オイルショックを起こしたいなら方法は他にいくらでもある。オペックだって一枚岩じゃない。そうじゃない、俺が思うにポイントは石油じゃない、でかい船ってことじゃないかな。新兵器。アメリカはそれが怖い。ええ、タンカーが消える実際の損害よりも消えるというインパクトを恐れているわ。今はまだ必死でディフェンスしてるけど、事実が明らかになればパニックか。悪の帝国が攻めてくるってね。ええ。え？本気？半分以上は。ま、俺だってそんな力を手に入れたら世界征服に出ちゃうかもね。あなたならやりかねないわね。その時は呼んで。
ベンチャー企業の立ち上げみたいに言うなよ。ま、リサなら大歓迎だけど。何もできないけど。いいんだよ、君はにっこり笑って座ってりゃ。そろばんを習いに。それよりうまい茶の入れ方をサツキにでも聞いてくれ。東洋の神秘よ。アポロ13号もソロバンで軌道計算して帰ってきたもの。なんかの SF とごっちゃになってないか。ソロバンはいいって。普段はコーヒーでも沸かしててくれよ。なんたって最強のボディーガードだろ。片付ける？置きっぱなしでいいんだよ、ここのお店はね。どこまでサービスしてくれるのか分かるってもんさ。そうね、さすがに手慣れてるわね、こういうの。いつものこと。置いて出て行って店員に怒られるのは嫌。大丈夫だって。いい時計ね。君とデートならジャック・リムルトのトゥールビヨンの一つでも巻きたいところだけど、仕事柄ね。エディと共同開発の自慢の一品さ。タッチパネルインターフェースは感心できないわ。手探り操作性も悪ければ、誤動作の可能性も高い。サバイバリティも低い。割れたらどうするの？サファイアが1枚入ってるから、その可能性は極めて低いよ。ここはアマゾンの奥地じゃないし、操作性はまあ慣れだ慣れ。それより見てよ、この滝の。うん。世界時計1000分の1秒計測、 GPS、 携帯電話ユニット、超小型 PC、温湿度赤外線センサー、FM、AM、短波受信ユニット、気圧測定、パンチラ盗撮、何でもござれ。パンチラ？いやまあ、それはどうでもいいとして。下着を取って何が楽しいのかよくわからないわ。分かってんなら聞くな！発射式ワイヤーロープは？試作したが、手錠みたいな時計になった。きっと似合うわよ。手錠だから。そ、集音マイクは？こういうバカ話も全部聞こえるようなやつ。吐息のリズムまで聞こえるやつ。最近の集音マイクの性能はものすごいわよ。そんな話聞くと一つ手に入れたくなったな、そういうマイク。どうして？リサの吐息を聞いてみたいからさ。今聞いてるじゃない。プライベートで。プライベートよ。夜。あまりおすすめしないわ。どうして？性能が上がれば上がるほど短機能になるの。私たちが普段使ってるものになら当然ついてるものがついてない。フィルター？そ。愛のささやきでどう？いいわね。ワン、ツー。愛してるぜ、リサ！Thank you.
ナイスカドライバーズシートサンクス。初めてじゃん、そんな素直なありがとうは。そう、いつもこうよ。リアエンジン、リアドライブは初めて。71年のレンシュポルトなら経験あるけど、それ以上の先生はいないね。とりあえずレッツゴー。来てる？来てるね。物は？普通のセダンだ。中身は分かんないけど。この子ならどんな相手でもいつでも振り切れるわ。じゃ、ちょっとドライブと行くか。やっさ。車好きだね。ええ、少し。特に RR はギリクリップパラノイア。そう呼ばれても否定できないわ。ふん、案外完璧主義なんだ。案外って何？さっきみたいな派手な無茶、普通のエージェントはやらないぜ。まして軍育ちとは思えない。映ったのよ、誰かさんがね。俺はウイルスか。褒め言葉。そうかな。RS2 ならトータルトラクションコントロールシステムとアクティブトーコントロールシステムがついてる。もちろん。外し方は？580馬力のリアエンジン車だぜ。悪いことは言わないからオンにしとけって。 ABS のカプラーも抜いてほしい。やれやれ、知らねえぞ。見ると、姫君の仰せのままに。いこれが噂のオンボード AI？ 使い物になるの？見ると、お力ご覧に入れて差し上げて。ピッピリリ。ご機嫌損ねた。ごちゃごちゃ言わずに踏めってさ。では
マーベラス、なんて素晴らしいの。いいから、ステアリングから手を離すな。200キロ200キロ、トラクションが逃げない、デフが最高。アクティブ入れるともっといいぜ。スキル音さえ鳴らさない。ふん、RR の楽しさはトラクションコントロールのスリルよ。刃物の上走るスリルは否定しないが、本当に楽しいのは走ること自体のスリルじゃないかな。否定しないけど。フォーミュラだってオートマチックでトラクションコントロールと ABS がついてくるご時世だ。楽できるところは楽した方がいいと思うけど。あなたがそこまで進めるなら試してみましょうか。見ると、ってことでオールアクティブコントロールプリーズ。やあマイスター、お話もできるの。おっと忘れてた。見ると、自己紹介。やあ、Nice to meet you, Miss Vixen. My name is Milton. System 911RF2 Version 2008 0002。 Me too。世界で6台の S2 に名前を覚えてもらうなんて光栄ね。 ID13 のエースにドライブしてもらえるなんて光栄だよな、ミルト。ビビッよろしく。ビッ、よくわかったね、こいつがエースだ。バカにしないで。踏めばわかる、マイスター組完全バランスフラット6。聞けばわかる、まるでシンフォニーのようなエンジン音。素の RS2 だって宝石だけど、この子の前ではダイヤの前のトパーズね。ビビビビ、必要以上に照れなくていいぜ。リサは口がうまいんだ。お世辞じゃないわよ。ビビビビ、追加だね。どうする？愚問よ。コンビなんだから君の意見を聞くのは当然だろ。違うわ、結果が同じだもん。あなたならゴー、私ならもっとゴー。ピッピリッ、任せるよ。ちょっとだけ飛ばしていい？君のちょっとは。サンクス。やあマイスター。おい、ちょ、待っ、ナムアミダブツ、ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。それじゃどっちも来てくれそうにないわよ。どっちかが来なきゃなんないような事態は避けてくれ。ピッピリッ。